こんにちは、キピオです。以前に悪性リンパ腫の初期症状についての動画を上げた時に、血液検査はどうでしたか、異常ありましたかっていうコメントをいくつかいただいたので、今回はその血液検査のことについて少しお話ししたいなと思います。ただ私は医療の専門家ではないので、お話しする内容が全て正しいとは限らないということを大前提として聞いていただけると助かります。では早速これから本題に入りたいと思うんですけど、多分みんなが一番知りたいこととして、もし今あるしこりが悪性リンパ腫の場合に血液検査で異常が出るのか、血液検査で分かるのかということだと思います。残念ながら実際のところしこりが1個や2個できたところで、一般的な血液検査でも異常が出るということはかなり稀というかほぼないんじゃないかなと思います。それが悪性リンパ腫だとしてもです。理由をお話しする前に、まず血液検査のどの項目を見るのかということについて簡単にお話ししたいなと思います。悪性リンパ腫の場合に上昇しやすい血液検査の項目って2つあるんですね。1つ目が乳酸脱水素酵素 LDH と呼ばれるものです。この酵素は細胞内で糖をエネルギーに変える時に働くもので、体内のほとんどの組織や臓器、悪性腫瘍にあるものなんですね。それらの細胞が損傷を受けた場合には、その障害の程度に応じて血液中にその LDH という酵素が流出してきます。悪性腫瘍の場合には悪性細胞が異常増殖するので、その細胞の崩壊も盛んになって、結果的に血液中の LDH が上昇するという仕組みです。LDH の正常値が200から400くらいなんですけど、悪性リンパ腫の場合、余裕で1000以上とか、場合によっては数千まで上がる場合もあるそうです。ただこの LDH は、肝臓に炎症がある場合や、心筋梗塞とか、他にも様々な要因で高くなることがあるので、もちろんこの数値だけで、癌とか悪性リンパ腫だと判断することはできません。二つ目が、可溶性インターロイキン2受容体という項目です。でこれを本当に超簡単にまとめると、白血球の中のリンパ球、例えば B 細胞、 T 細胞、 NK 細胞が増殖する際に細胞の表面から放たれる物質があるんですけど、それが血中に有利されたものが血液検査の項目では可溶性インターロイキン2受容体という名前で測定されます。でこれが通常の時よりも上昇するということは、体内でリンパ球が活性化されなければいけない何らかの病気が進行しているということが考えられるんです。特に悪性リンパ腫の場合に高くなることが分かっているので、一つの腫瘍マーカーとして参考になる値ではあるんですが、これもまたリウマチとかウイルス感染、他の病気で上昇する場合があるので、この数値だけで判断することはできません。そして今お話しした2つの血液検査の項目って、共通して悪性リンパ腫の病気以外でも上がる可能性があると同時に、逆に悪性リンパ腫の場合でも必ず上がるっていうわけじゃないんですよね。もう本当にすごく判断しづらいと思います。だからこそ CT だったり生検だったり他の検査とともに総合的に診断する必要があるんです。あともう一つ言えることは、悪性リンパ腫って本当に様々な方があって、年単位で進む露呈性リンパ腫っていうものだったり、あと月単位で進む微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫っていうゆっくり症状が出てくるものもたくさんあるんですよね。だからかなり進行した状態であれば、腫瘍マーカーの異常で血液検査で発覚する可能性もあると思います。だけど実際は血液検査で異常が出る以前に他の異変や不調が出てくる場合がほとんどだと思います。一番多いのは、私のように首や脇、あと鼠径部にしこりができたことから発覚するパターンです。としこり以外だと、お腹の中の臓器とか、あと鼻の中に違和感があって、それがリンパ腫だったというケースも私の周りには結構います。例えば元闘病記として書いていたアメブロがあるんですけど、そこを通じて仲良くなった M ちゃんっていう子がいるんですね。で彼女は嗅覚に大きな腫瘍ができていたことから、息苦しいとか、あと寝ている時も圧迫感とか違和感があって受診したそうなんです。そんな状態でも血液検査には異常がなかったみたいなんですね。詳しい検査を経て、結局ホジキンリンパ腫という診断がおりました。こんな感じで基本的には体の中のリンパ腫ができた場所に何らかの不調とか違和感があって異変に気づく場合がほとんどだと思います。首や脇とか目で
見たり外から手で触れられる場合の使用の場合には不調が出る前にしこりとして自覚する方が多いんじゃないかなと思います。とにかく最初に血液検査の異常で悪性リンパ腫だと分かる人は本当に稀なんじゃないでしょうか。心配な人は血液検査が正常だからと安心せず自分が納得できるまで検査することをお勧めします。特に首のしこりは病院に行っても本当に相手にしてもらえないことがほとんどなんですよね。確かにちょっとした炎症でもリンパはすぐ腫れるのでほとんどの人はしこりがあっても悪性じゃない場合が大半だと思うんですけど万が一のことを考えてきちんと一人一人に向き合ってくれるお医者さんを探すのも大切なことなんじゃないかなと思います。いや本当に病院選びって大切だと思います。参考までに悪性リンパ腫の場合腫瘍ができた部分の直接的な不調以外にだるいとか微熱が続くとか全身症状として異変が起こる場合もあるんですね。これが俗に言われる B 症状と呼ばれるものなんですけど診断や治療を決定する判断材料にもなっていたりします。その B 症状が具体的にどんなものかっていうとまず38度以上の発熱、あと寝汗が続く、最後は6ヶ月で 10% 以上の体重減少です。ちなみにこの B 症状はいろんな型のあるリンパ腫の中でも小児筋リンパ腫っていう種類に該当するリンパ腫で出現しやすい症状です。で私の場合はそれとは違う非小児筋リンパ腫に該当するものだったからなのか全くこの症状がありませんでした。ただ唯一少しだけ当てはまってるかもと思ったのが体重減少でした。晩年ダイエッターだった私なんですけどなかなか体重が減ることもなくて増減はあっても1年で1キロあるかないかっていう程度だったんですね。でも病気発覚前は確か 2,3 キロは減っていたと思います。ただ B 症状の半年で 10% 以上の体重減少には当てはまらないのでそれについては今でもリンパ腫が原因なのかちょっと不明なところです。ということで今回は私を含め一般の人にはなかなか理解することが難しい血液検査のことについてお話しさせていただきました。でここでは自分の経験をもとにこういった病気のことや抗がん剤治療のことあと脱毛やウィッグのことについて発信をしているのでぜひチャンネル登録の方もしていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。